ダン・ブリックリン・ダニエル・エス・ブリックリンは、アメリカ合衆国のコンピュータ科学者、ボブ・フランクストンと共に表計算ソフトビザッカルックを開発した、ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。アキバ・ヒーブル・アカデミーを経て1969年、マサチューセッツ工科大学に入学し、1973年に、電気工学と計算機科学の理学志望を取得。 MIT 卒業後 DEC に入社し、ワープロソフト WPS-8 のプロジェクトリーダーとなるが、1976年に退社。1977年にハーバードビジネススクールに入学し、1979年に経営学習志望を取得。1979年、MIT 時代の友人であったボブ・フランクストンと共にソフトウェアアーツを設立。 世界初のパーソナルコンピュータ向け表計算ソフトであるビザッカルクの販売を開始した。ロータスに買収される1985年まで会長を務め同年ソフトウェアガーデンを設立。1990年にはスレートコーポレーションを設立するが1994年に閉鎖ソフトウェアガーデンに復帰した。1995年にはトレリックスコーポレーションを 設立2003年にインターランドに買収され、ブリックリンは2004年までインターランドの最高技術責任者を務めた。1981年にグレース・マレー・ホッパー賞を2003年にボーートミンフォシスビジネス変革賞を受賞した。1994年には悪夢のフェローに就任した。現在はソフトウェア会社ソフトウェアガーデンの社長を務める傍ら、 ウィキシステムを利用した Web ベースの表計算ソフト、ウィキカルクの開発に取り組んでいる。ありがとうございます。